久保さん、まあ、確かにね、僕と久保さんのレベルに行くと、まあ、僕も YouTube 手抜きしてますよ。全く編集しないしね。編集できるけど編集しないっていうね。別にテロップも入れられるけど、テロップも入れないし、何もしないっていう。もうこんな手抜き動画ですよね。<laughs> 手抜き動画で稼げるんでありがたいですよね。まあこれはあれですね。でも、なんだろうな。やっぱ勉強しないとダメです。要は手抜きでも稼げるっていう。要は、 うん手抜きでもしっかり再生数はアクセスを集める。まあ、基本的なキーワード。あのー、僕ね、あのー、動画本数まあまあ多いんですけど、まあ2万本ぐらいやってる人いるんですよ。まあこれ動画本数ランキングみたいなので出てきた人なんですけど、なんかね、その人は2万本ぐらい動画撮ってるんですけど、さあのー、ずっと変わらないんですよ。ずっとタイトルほとんど変わらず、ずっと入れてて、何も成長してないんですよ。 例えば、なタイトルでね、タイトルで1000本見てくださいっていうキー,ーキーワードですよね、タイトル選定で、それで見てください、見てください、見てください、1000本やるとするじゃないですか。それはね、見られないですね、多分。まあ、その見てくださいっていうキーワードが検索されてるのかっていうね。 でもちろん YouTube の, you の、ね、チャンネル登録があります、ファンがいてます、ある程度リーチします、お気に入り、おすすめにこう表示されるような信用がチャンネルにあります、であるならば見てください、ヒカキンさんが見てくださいという動画を撮れば多分アクセスが集まりますけど、新参者、全くそのチャンネル登録もゼロで再生数もゼロの状態から見てくださいというタイトルだけで1000本、2000本、まあ、見てほしいから見てくださいというタイトルをつけたと,したとしても、それは回らないです。 多分回る可能性はほぼないですね。まあ、奇跡が起こったら回るかもしれないですけどね。で、それ1万本見てください。全部タイトル変えずにね。カスタムサムネイルも全くいじんない。だからここはある程度勉強しないといけないですよ。手抜きでも稼げる方法を勉強しないといけないですよね。だ動画は編集してないけど、カスタムサムネイルはタイトルしっかり入れてるとか、まあ、そうしたら回る可能性ありますし。だからそこはね、勉強しないとダメですね。はい、手抜きでも稼ぐ方法、言ってらっしゃい